はい、西くんです。今回も引き続き CBD のお話ですが、電子タバコなのに肺に問題はないの？電子タバコだけどタバコも実は苦手なんだよね。苦手な人でも大丈夫？っていう質問にお答えしていきたいと思います。まず、肺に問題があるって言われてるのはニコチンタール、ビタミン E アセテートっていう3つが問題があると言われています。ニコチンタール、もちろん含まれてません。ビタミンアセテートも含まれてません。という意味ではですね、今のところ肺に問題があるって言われているものを全て排除して安心して吸える。要はね、今コロナとかで肺に悪いものがっていう話があるんですが、 OK なものになってます。実際にですね、タバコを吸ってる人からするともしかしたらニコチンがないって嫌だっていう人がいるかもしれない、中毒の人はね。でもCBD がそもそも依存症を改善するっていう効果があるので、ニコチンを減らしていくんじゃなくって、ニコチンの依存を取りながら吸うというスタイルだけ続けていくっていうのが期待できるから、タバコ依存、ニコチン依存の人がですね乗り換えたりっていう面でも人気があったりします。言うまでもなくね、健康のために吸っている人がいるものをタバコから完全に移動できるならっていうことで人気があって、はい、好評です。戸惑ってきます。なんか突っ込んだ、突っかえた。そう、認知です。実際に友人から、親がめっちゃタバコ吸うんだけど CBD 乗り換えたいと思うんですよね、どうって相談がされたりしたことがあります。でもね、逆にタバコをそもそも吸わない人からしたら不安があるかもしれないんですけど、わかります。僕タバコ吸わない人間なんですよ。タバコ自分で一度も買ったことない。タバココミュニティっていうものがちょっとかっこいい気がして、友達からタバコを1本もらってライターついてもらって吸ってみたとかっていうのは、あとはインスタ映えするかと思ってネタで吸ったとかっていうのはやったことあるんですけど、依存はしてないし、どちらかといえば好きじゃないので、タバコは苦手側なんですけど、これは平気なんですね。シーシャとか水タバコとか、タバコ、水タバコってものがあるんですよ、とタバコって全然違う。もし吸ったことある人は分かると思うんですけど、全然違うんですけど、と同じ感覚で CBD のベイプと水タバコとタバコは全然違うし、どちらかといえば水タバコよりかなと思ってもらえればっていう感じです。タバコが苦手な人にも試してほしい。いわゆるニコチンタールがないから臭くもならないし、その壁が茶色くなるとかもないし、煙もまあちょっと慣れちゃったけど、慣れてない人は分かんないけど、僕はもう最近は全くむせなくて、タバコが苦手なんだけどっていう人にも試してほしいし、タバコの依存症っていう人は今本当にタバコ危ないって言われている中で、依存症を改善しつつ肺に問題もなくて、かつ CBD の健康効果も得られてストレスも改善してっていうのを試してもらえると嬉しいなと思います。ちょっと今日は早いですが、こんな感じで締めたいと思います。次回ですね、前の動画でちょこっと話したんですけど、サチバインジカハイブリッドっていう3種類があるって話を言ったんですけど、サチバインジカハイブリッドの違いについてお話をしたいと思います。このチャンネルは動画を毎日19時にアップしてますので、もしよかったら明日も見てください。ありがとうございました。